年から、今先ほど動画1本、あのゴミ袋で服を作っているので、はい、あると思います。あ、ちょっとこの角度だから映ってないかもしれないんですけど、ここかけてあります。はい、ですね、私あの今までですね、あの去年まではあのオープニングとかエンディングとかってつけたりつけなかったりっていうのがあったんですけど、今年から私が全部プロデュースしたオープニング、エンディングを、全ての動画に、あのもうあれ編集はもう全部パソコンでやるつもりなので、今年はあの編集しない動画は上げないつもりです。今年はね、できる限り絶対っていうぐらい編集はします。で、その中でですけれども、エンディングと、オープニングとエンディングの最初と最後の部分、最初の部分は、先ほどの 45mm ポリ袋の時に始まる前のエンディング、まあ、今先ほどこの動画を見る時も見てくれたかと思うんですけども、私が全て今まで撮った動画のやつ記録残ってるので、その動画をですね、あの縮小させて3つ4つぐらいつなげて、まあ、いろんな動画を3つぐらいつなげて、だいたいそれでね13秒から14秒ぐらいの間に収めて、でそこから あんまり長いとですね、やっぱりこのオープニングぐらいでもすげえ長いなと思われるみたいな、13秒でもめっちゃ長いんですよ。だけどもそれがいいかなっていう自分の中で、オープニングを開けてくるのがコロ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 変えていこうと思うんですよ。大体13秒ぐらいの間にこういう感じでポンして、でそこから本番の動画が入って、最後にオープニング、エンディングですね、入る感じで、あの私がメロディー作成しました、作曲しました。メロディー作曲プラス歌詞も入れて作曲しました、作詞しました。はい、まああの一応ワンフレーズしかないですけどね、ごめん勇気、ごめん勇気、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンチャンって終わっちゃったそれしか作れてません。これからもまたこうエンディングの歌もですね、最後エンディングにしたい、またなんかあの新しい思いついたらエンディングも変えていこうと思います。チェックチェックしていただければと思います。またあの動画もボン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 上げていきますので、よかったらぜひ見ていただければと思います。コーミファンユキでした。またね。コーミファンユキ、コーミファンユキ、チャンネル登録よろしくお願いします。